葛飾北斎制作の北斎漫画に登場するスズメ踊りのキャラクターが世界中の絵画を旅するあらすじです。もともとはね、辻村さんが企画を作っていて、でその理由がすごい面白かったので、あの学校の同じクラスのメンバーで何人か10人ぐらい集まってやろうっていう話になったんですよ。でその企画の内容っていうのがね、北斎漫画っていうのが、絵を並べてみる、実際に動いてるように見えるっていうのがあって、でそれがそのずそれをちょっと知って以来ちょっと頭に引っかかっていたので、その授業をきっかけに、せっかくなら作ってみようと思ってちょっとやらせていただきました。その話が出てきた時に、あの今まででも浮世絵とか昔の絵画を動かしたりする作品、うん、映像作品っていうのはしばしばあって、 YouTube なんかにも、うん、あとはまあテレビでもちょっとだけ放送したりしたことがあったんですけど、でそういうものも目にしてきたので、ちょっと挑戦してみたいなって思って、みんなで頑張ろうっていうことになりました。はい、今回の作品では、実際に手書きで一枚一枚描いたアニメーションと、すでにある絵画作品をコンピューター上に取り込んで CG で動かす技術と、あとは実際にあのカメラを構えて、あの絵画作品を印刷したものをちぎったり並べたりしてコラージュしたものをコマ撮りアニメで撮影するっていう、その3つのなんていうんですか、デジタル的な作業とアナログ的な作業を結構混ぜて、で一本の作品を作るっていうことをしました。で自分は主に手書きのアニメーションで、あの北斎漫画のそのスズメ踊りっていうページに出てくるキャラクターを見つつ、あのポーズを一枚一枚書いてアニメーションを仕上げていくっていう作業をしました。でその作画にはあの4人でやっていまして、でそうですね、ポーズを決めたり走ったり歩いたりする動きを統一して、画面全体の中で統一感出るように設計して制作をするということをしました。でデジタル的な作業はちょっとこちらの土になる、はい、私は先週の方をやらせていただいたんですけど、その中ですと、そうですね、あの背景をすべてつなげて、あのつなげるような作業とか、あとそうですね、あの絵画の方を全部バラバラにレイヤーに分けて、それを一つずつあのパペットピンツールなどとかを使って動かしていくって作業をやってました。うん、大変だったよね、つながらないつながらないって言ってさ、なんか背景班が息してないみたいなことがすごい多々あって、すごい自然につながってると思うんですよね。で音響はもう一人の子がやってくれてたんですけど、最初のオープニングとかはみんなであの喋ってるんですけど、他の擬音はだいたい一人の女の子が全部口からほぼ出してやってくれているので、すごいなんか聞いたことないようなね、不思議な感じの音が出たかなっていうふうには思っています。そうですね、あの北斎漫画の自体がすごい動くって先ほども言ったんですけど、その中で、そのスズメ踊りのキャラクターが特に私にとってはその動いてるっていうのははっきりした絵だからだと思ったからです。でそのスズメ踊りのキャラクターっていうのが、ですね、傘をかぶってほぼ顔が見えないんです。たまにあの 1,2 枚だけちょっと横顔がちらって出てる絵もあるんですけど、全員あのその北斎漫画の1ページにある人はあのポーズは様々なんですけど、なぜか傘がその傘が真正面向いてるっていう、なんか不思議な絵だったんですね。でそれはを使ってアニメーションを作ろうとなった時に、顔で演技とかそういうことを考えないので、その分あの体を使ってどういうアクションをしたりとか感情表現したりっていう動きの追求ができそうだなって、面白そうだって思って。そういうのもあって作りました。
この作品っていうのはそのホッサンっていう主人公がいるんですけど、まあ、私たちがホッサンって勝手に名付けたんですけど、まあ、彼がいろんな絵画の世界を旅していく中でいろいろな絵画が出てくるんですね。でその絵画のちょっとした背景に合わせた事情があってああいう姿をしているっていうことがあって、まあ、例えばモネのジャポネーゼっていうあの金髪の女の人が着物を着て見返り美人をやっている絵なんですけど、あれは確かボストン美術館かなんかにあると思うんですけど、実際の絵が本当に大きくって 2,3 メートルぐらいあるんですよ。だからあの絵はその主人公に対して女の人がすごく大きくなってるんですね。でさらにあのモネは奥さんを描いてるんですけど、実は奥さん金髪じゃなくて黒髪なんですよ。でそれはなんで金髪にしたかっていうと、やっぱり西洋人だから金髪の方がやっぱ西洋人っぽいでしょうっていうことで、わざわざ奥さんにカツラをかぶせてあの絵を描いたりしたんですね。なのでそういう、まあ、ちょっとした背景事情かなんかを知っていながら見るとさらに楽しめるようにはなっているかなと思います。ね、あの、うん、あとこだわりはもちろん終盤のちょっと夢のような世界が出てくるんですけど、まあ、その時は本当にコマ撮りっていう写真を1枚撮って差し替え1枚撮って差し替えっていうやつがあって、それは本当に苦労しました。それはあの今ね、はい、持ってきてるんですけど、じゃあ持ってきたんで、はい、ぜひ見ていただきたい。この大変だった作業。そうですね。最後のシーンはそのキャラクターを一枚一枚紙に書いてそれを全部切り取ってたものを用意して、それを一枚置いて撮影してまた置いて撮影っていうのをずっと繰り返して作りました。で この作業もあの作画をした4人で合同であの人海戦術で作ったんですけれど、面白いと思います。なんかその作画を交換するときにこのキャラクターがブレないように終着点みたいなのをちゃんと最初に作っておくんですよ。でそれに合わせてみんなが作画をするので、なんかいろんな人たちが作ってるけど、まあ、同じ人物に見えるっていうことがあって、まあ、違和感なくね作れたかなっていう感じで、まあ、やっぱりこれを撮ってるとどうしても写真なので太陽の位置が変わると全然印象が絵が違くなってきちゃうので、まあ、それに合わせて照明をちょっと調節したりとかっていうのは本当に頑張りましたね皆さんね。はい、手書きアニメーションの少しラフだけれども躍動感のある映像を楽しんでいただけたら嬉しいです。この作品をきっかけにいろんな海外に興味を持ってもらえたら、企画したものととても嬉しいと思います。まあ散々インタビューでいろいろ語ってきたんですけれども、まああんまり見てる間はそういうことは考えずに純粋に楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。